皆さんこんにちは、元 Mac POV の松井力です。僕はアメリカに住んでるので、いつも日本の新しいコスメとか今人気のコスメとか調べるときは、まあいろんなアプリとかリップスとか調べたりとかするんですけど、購入するのには輸入とかあって結構めんどくさいので、まあ Amazon でいつもチェックしてるんですよね。ほぼ毎日 Amazon で結構チェックしてて、目に入るのがいつもケイト東京なんですよ。で、今回結構いろいろと買ってみました。もうすでにね、何個か持ってるんですけど、こういうものを買ってみました。特にね、このアイシャドウが新しいくて、なんかいい感じって感じ。ジョジョジョいい感じ。皆さんが知ってる通りね、僕はね、シェーディングとか大好きなので、これギャロ楽しみよ。で、正直これちょっと納得してもらえるかわからないんですけど、なんかケイトって見た目とかも、なんていうんだろう、全体的な雰囲気がなんかワーマックのワーって感じしない？ちょっとわかるかな、この感じ。はい、それでは始めていくよ。下地は持ってないんですけれども、このファンデーションを結構前から持ってて、こちらのシークレットスキンメーカーゼロというファンデーションです。最近使ってないんだけど、その使ってた時のことをちょっと思い出してみると、確か当時は結構カバー力は日本のファンデーション、特にプチプラのものにしては結構あるなと思ったんですけど、結構ドライさがすごい強調されるなと思ったので、今日はちょっとスポンジを使ってみます。僕はね、最近やっと自分がこうインナードライというよりも結構ドライ肌なんだなっていうのに気がついて、なんかクリームとかも結構こっくり塗らないとすごい乾燥するし、肌荒れもすごくするので、意外とドライだったんだなとかと思い始めてて、なのでそのドライなところとかそういうのを強調しないために、ちょっとこう水分の出してくれる濡れたスポンジで広げていきます。いい感じだよね、今のとこ。つけてみるとこんな感じで、カバー力は中くらいだから、ここら辺の赤みとか、ここに大きいニキビとかあるんだけど、そういうのがあんまり完全に隠れてない。でも、僕の普段的の使い的だったらもう十分隠れているので、まあ普段使いにはちょうどいいって感じで、密着力がすごくいいって感じ、なんかこうお肌にちゃんとペタッとついてますって感じがするので、スポンジも使ってあげてよかったと思います。ちょっとこう、なんていうの、平らな輝きの何もないマットファンデーションにならずに、こうちゃんと立体感を残してくれてると思います。で、ちょっとこう隠れてないところをちょっとコンシーラー取って、とこ鼻の周りとかね、なんかちょっと赤いから、それとコンシーラーもケイトの買ってあるんですけど、それを塗る前にちょっとオレンジのコンシーラーを軽くちょっと目の下に塗ります。最近ねちょっと今日お話しする時間ないんですけど、ちょっと寝れてなくて、目の下がだいぶ暗くなっているので、ちょっとオレンジ乗せて。 Mac に結構隠れアイテムっていうのがあって、プレパンドプライムのハイライターペンっていうのがあって、そのライトが確か、ディスコンティニューも売ってなくて、ライトブーストっていうのがあると思うんですけど、まさにこんな、もう見た目とかもすごく似てて、こうペンの形のやつのこうハイライターかつ、はい、コンシーラーみたいな、これケイトに塗ったんでこれ買ってみました。僕はピンクベージュって色買いましたね。イエローベースの方はピンクベースのものを使うと、さっきのオレンジのコンシーラー使った時みたいに、こうカラーコレクトでこう全体的に顔が軽くなるので、ピンクの方にね、イエロー使うと逆になんか灰色になったり、ちょっとグレーになったりとかするんですけど、イエローからピンクは結構使えるので、こんな感じ。僕はこのカチカチタイプはあんまりじゃないタイプなんですけど、特にね、こう筆がついてるやつとかちょっと清潔じゃない。うわ、触った感じも見た感じもほんとマックそのものだわ。いいよね、プチプラとか。なんか最近僕プチプラマジで好きで、なんかプチプラでいいもの見つけるとさ、ワクワク感やばくない？わかる？みんなこの気持ち。うち猫いるんですけど、ほんと毛がすごいスポンジにつく。まだ使ったばっかりなのにこれすごい好きなの分かる。本当に Mac のプレパンドプライムのハイライターみたい。これマジマンジーって感じなんだけど、今度ついでにハイライトしちゃいます、全部顔。たまにさ、これちょっとコンシーラー使いたいけど、コンシーラーって重くなっちゃうから、まあいいやと思う時とかってありません？こういう時ってこういうのあると超便利だよね。だって薄いから全然重くならないというか、ベース最強だわ今日。それで今日はちょっとクリームチークを使いたいんだけど、なんか確か、クリームチークあったかな、ちょっと思い出せないんだけど、確かね、送ってくれなかったか、それともちょっとね、僕もね、普通の人間ですので、ちょっとお小遣いっていうものがあるので、ちょっと予算オーバーにならないために全部買えなかったんだけど、これね、ケイト東京、まあケイト東京は当たり前か、ケイト東京のこの口紅 BE1 番っていうのを買いました。
で、これ多分ね、チークに使ったら超可愛いんじゃないかな。ね、可愛い。今日はね、何でもこうスポンジでやっちゃいます。おー、Oh my god。 今のはちょっと予想してなかった。ちょっとつけすぎ、やばい、大丈夫大丈夫大丈夫。あ、セーフ。わざとちょっと顔の後ろにつけます。今日ベースめっちゃいいわ。ちょっとケイトやるね。粉もね、欲しかったんですけど、ちょっと予算オーバーだったので、ちょっと買わなかったので、ずっとこの信用して使ってるアバニ系のステイニキッドフィックスパウダーを、かなりね、ちょっと白色なんですけど、この目の下の使います。ハイライターと、こう、セットするために。ほんと、こうセフォーラとかで買い物する、チャンスがある方には絶対おすすめしてて、ほんと毛穴がなくなっていいんですよ、これ。で、目の下のセットの仕方は、こうやって、まず押し込んでセットができたらこうやってなじませます。こう目の下さ、こう綺麗につるんとしてマットでセットされるっしょ。見て、ここ日焼け止め、首の後ろ塗るの忘れてたの。だから見て、この色の違い。最近ちょっと眉毛抜いて、結構なんていうのかな、僕は眉毛ちょっと太い方なので、このねテールの方で、ね、ちょっと薄く細くなるようにちょっと抜いてみたんだけど、まあわかるかな、この違いね。ちょっと眉毛埋めてきます。はい。それで昔から結構リックさんのおすすめの眉マスカラとか何ですかとか聞かれるんですけど、僕はね、いつもケイとかビセって言ってましたね。未だにそう。まあマックもね、すごくいいなんですけど、まあプチュラの中では、僕の中ではビセかケイト。で、今回すごい感動したのが、このアイシャドウパレットがすっごい、なんかね、なんかメイクアップアーティストがすごく好きそうな感じっていうか、またこれもこうマックを思わせるような感じがすごくいいなと思って、ね、パケもすごく可愛い。なんか全然プチプラクオリティじゃないんだけど、アメリカってこういうの売ってなくて、素敵。まあ、僕がですね、もし自分がパレットを、アイシャドウパレットそのうち作ることになったりとかすると、まあ、全然そういう話じゃないですからね、皆さん誤解しないでください。まあ、もし自分のパレットを作るとしたら、絶対にこうハイライトの色と、このアイホロに使うような感じの色とラメをなんですけど、これにないのが濃い色ですね。アイシャドウパレットに必ず1個は濃いブラウンか濃いパープル、紫が欲しいんですよね。やっぱりそういうのがないと、こうくっきりさせるものがないというか、これだけだとちょっとぼやっとしちゃうかなっていう感じがするんですけど、でもカラーストーリーはすごく可愛い。特にね、この真ん中の2つ、このホットピンクとこのオレンジにちょっと惹かれてるんで、これをちょっと使っていこうと思います。左なんだけどね、濃いブラウンがないから、このアカリンの B アイドルの、これは2番のピンクのやつなんだけど、これについてくるボルド、これを使います。で、これをちょっと V 型に、最近この方法でメイクされてるプロの方が増えてて、なんかすごい面白いなと思って、まずこの濃い色をのせて形作りしてから、こう薄い色でぼかしていくみたいな。それでこのパレットの中のこの薄い茶色、これはマックの217番です。で、さっきの色をぼかしていく。すごい楽だね、このテクニック。なんかこっちだと絶対失敗しない感がいい。普段ちょっとしないことなんですけど、このホットピンクのこの色を、マックの239かな、ちょっと色はげちゃってるんだけど、239のこの平筆にとって、結構発色いいよね。で、それをアイホールにのせます。あのね、逆にね、この発色の強さね、ちょうどよかった。海外のやつってこういう色って大概発色が良くて、一発でこうすごい色がつくやつじゃないと、すごいインスタとかで叩かれてるので、なんかそういうシャドウ僕ちょっと苦手なんですよ。まあ時と場合によるんですけど、これすっごい重ね塗りしやすいから好き。好きよ。で、こんな感じで、あとはちょっと小さめの、これは博報堂のリップブラシなんだけど、まあちっちゃいからちょうどよくて、この薄い色と思ったけど、ちょっと待って、こちらもあるんでした。これのマンガジェニックライナーっていうのがあって、これファンの方に教えてもらったんですけど、っていうかこれ前使ったことあるよね、確か動画で。その時も同じこと言ったと思うんですけど、なんかほんま、めっちゃポロポロなんで、なんか眼球に入る。だいぶ進化ですね。こっちのハイライトのやつの方がだいぶ進化してる。はい、ちょっとアイライナー引いて、
で僕はね世界最強の離れ目なので石灰ラインも描いてビューラーでカールして、これはねファンの方に送っていただいた、なんかちょっとどこのメーカーか忘れちゃったんだけど、人へまぶた奥舞台の方用のやつで、こうカーブが大きいやつね、いいんですよ。マスカラとちっちゃいつけマスカラちょっとつけてみたんですけど、こんな感じです。ちょっとね、なんていうのかな、ちょっと少女時代みんな覚えてるかわかんないんですけど、なんかちょっとティファニーになったような感じですね。ティファニーか、サニーみたいな。みんな少女大好きでした。僕ね、未だに大好きで、もう、ジェスカ、もうシカちゃんの、命です。それで、ついにこれが来ましたね。これ、もうずっと使いたくて仕方なかったので、めっちゃ楽しみにしてます。これ、ちょっとフォーカスして、マジで。スリムクリエイトパウダー N って言って、これは EX1 のやつなんですけど、確かね、もうちょっと、確かね、グローが少ないとか、そんなんだったと思うんですよ。こっちの方がマット、みたいな。なんで壁にフォーカスする？私はここだよ。で、パケがいい感じ。筆がついてるのと、ゴミが多いな、多い。基本的にケイトは、ついてくる付属の筆がいいというイメージが強い。僕はちょっとこれでシェーディングはしないですけど、見た目はこんな感じ。すでに好きだったのが、ちょっと今筆に取ってみたんですけど、その時に、こう、筆にこう、まぶさらなかった。筆にいっぱいつかなかったのが好印象ですね。ちょっとこのパウダー自身が、ちゃんと強くプレスされてるっていう証拠ですね。硬いやつほど、こう、発色が、こう、一気につかないので、最近鼻メイクするんだったら絶対鼻やらないといけない。色超いい感じだね。で最近なんか自分でも学んだ新しいことなんだけど、こうシェーディングね、まずこのシェーディングの色を選ぶのって難しいと思うんですよ。でまたMac 働きながら学んだことのシリーズみたいなやつをまた次作りたいと思うんですけれども、まあ、付け方ね、今日は付け方はまず僕筆はこういうの使います。先っぽがこうなんていうのかな、テーパーってこう尖ってるようなやつ。これシャーロット・トルベリーのやつなんですけど、まずこう耳の横から始めて、でなぜこうちょっと先が尖ったと使ったのかっていうと、こう形をね、ここ耳のとこを太くして、で細くしていくね、こんな感じ。だから筆の形そのものをこう乗せるような感じ、色をここが濃くて、で薄くしながらしかも細くしていく。そうすると自然にシャープな頬骨ができる。前の僕もだったんですけど、しがちなことは全部ここ一本線で同じ太さの線がここにピッてあると、それだとね単に本当に顔の横に茶色い線が入ってる人なので、そうすると全然違う、全然違う色はね。ちょっと僕ちょっと温かすぎるなっていう感じはするんですけど、でも使いやすいっちゃ使いやすい。鼻にはすごくいい。いい、このテクニックすごくない？頬骨が張るよ。僕もアンパンマンみたいな顔なのに。僕昔から髪の毛伸びるの早いって言ってたんですけど、本当昔は毎2週間散髪行ってました。毛がめちゃくちゃ短かった頃とか、で友達とか周りのみんなから「めためた」みたいな「うっそだ」みたいなこと言われるんですけど、見てください、本当にマジでもう目に毛が入るくらい伸びてます。でもずっと長い毛にしたかったから、まあコロナで唯一良かったことは、ついに長年っていうか、そうですね、長いこと、結構長いこと、髪の毛伸ばしたいなと思ってたことを実現できたことですかね。もっと長くしたい。ね、実はね、もう肩くらいまで行きたいなって感じ。あ、ちなみにね、結構みんな筆のこと知りたいから、これスック。ちょっと高かったけど、ちょっとじゃない、超高かったけど、買ってよかったものの一つですね。ツールはお金かけるべき、マジで。これ、ハイライトってどんな感じなんかな、これ。どっちかっていうと、Mac のエンファサイズとか、アクセンチュエイトみたいな感じですかね。あ、そんな感じ。ちょっと、中指にとって。バン !Yes! チークは1個だけ持ってて、これもファンの子がもらったやつなんだけど、3D チークスってやつなんですけど、これは、一緒にね、ついてきたお手紙の中に、こう、付属の筆が超気持ちいいですって書いてあって、これすっごい、すごいの。入ってる時はこうやって分かれてるんだけど、これをパタってこう折りたたむと一つの歌舞伎ブラシになって、めちゃくちゃ柔らかい。で、中身がこんな感じで、
ね、なんかすごい夏っぽい感じのやつで、今日のメイクに、まあ、ちょっとピンク使ってるんで、まあ、合うっちゃ合うんですけど、ちょっとあまりピンクにしたくなくて、近いというと、ちょっとモード系、クラシックな感じにしたいから、まあ、これさっき見せた、MAC のピーチツイストを使っていきます。で、それをこの博報堂のファンブラシに乗せます。で、コントロール効かせたいときはこれ使うのが好きで、で発色すごくいいので、僕はこう蓋でこう外します、発色を。皆さん、MAC の昔のウォームソールって覚えてますか？前の動画でウォームソール使ってたと思うんですけど、あれはリニューアルした後のやつなんですけど、同じじゃないんですよ。リニューアルされちゃった時は僕は心が痛みましたね。皆さんわかりますか？僕の言ってることをちんぷんかんぷんっていう方がいると思うんですけども、まあね、うん。まあ調べたらみんな出てくると思います。僕と同意見の方っていうのは世の中にめちゃくちゃたくさんいるので、まあ簡単に説明すると、ウォームソールって色は、あれ、今売ってるのはリニューアルされちゃって、全然違うんですよ、色が。ね、悲しい日でした、それはたくさんの方に。でも、ピーチツイストっていうのが、まあ似てるわけじゃないけど、まあ同じね、僕はこう、夕焼けっぽい感じのチーク大好きなので、まあそれをちょっと再現してくれる、すごいいいようです。で、最近必ず最後にするのが、こう、大きい筆、これも博報堂の S100 番。なんですけど、これを取って、こう、ゼイリングって言うんですけど、こう全部こうなじませます。これ何もついてないんですけど、もうただ大きな筆に少しパウダー乗せてもいいんですけど、こう全部がね、こう溶け込むように何かがどこから始まるっていうのが見えないように全部ブレンドします。それでチークの時に使った同じこの BE1 番の口紅を使うんですけれども、僕はリップは大きく見せたいタイプなので、ちょっとリップライナーつけます。これは M Cosmetics ミシェルファンのラインのケテンっていう超クリーミー、 MAC のベルベットテディをリップライナーにしたような感じですね。最高。で、さっきの口紅を今度はちゃんとリップにつけます。ちょっと違う。はい、ちょっと MAC の、ミスの色をちょっと上から足してみて、こんな感じになりました。ちょっとね、系統東京縛りではなかったけど、でも主にちゃんと系統使うようにしたので、こんな感じですね。今日は久しぶりにキャンメイクじゃなくてワクワクした。なんかさっきも言ったんだけど、本当にこうデパコスじゃなくて、本当最近ドラッグストアのがすごく好きで、日本だけじゃなくてアメリカでも、なんか全然なんかセフォーラで見る気しなくて、なんか結構そのスーパーとか行って、こうドラッグストアでなんかこう好きなものを見つけたりとかするのが好きで、なんでなんだろう、なんかやっぱりときめきっていうのがあるのかな、やっぱりそういうの感じて、アマゾンでもやっぱりチェックしてたら、やっぱりケイトっていうのはすっごい目に入ってくるので、なんかやっぱりマックっていう感じがすごくして、こう、ね、元マック病院からしたら、That's my girl! という感じで、今日の見てのご覧の通り、ケイトで文句なしっていう感じで、ケイト東京を試したことないっていう方の皆さんは、ぜひ試してみてください。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。